関戦寺の高山木関戦寺の高山木は愛知県新修道市作手がもけ国の関戦寺境内に生育する高山木の巨木である。高山木としては日本国内で一番の巨樹で推定の樹齢は400年以上とも600年以上とも言われる。高山木の代表的大木として国の天然記念物に指定新日本名木百選に選定されている。 2009年10月に台風の被害を受け、木の上部を大きく欠損した。関川時、鳥いす門の墓、高山木は松目、高山木科の常緑信用樹で、日本及びチェジュ島のみの固有種である。材質が固く耐水性に優れているため、桶や船の材料として徴用され、古墳時代の木管にも使われていた。この木は2006年に誕生した。 久人と新能のお印ししに選ばれたことでも知られる。高山木は繁殖力が強い樹種ではないため、巨木として知られる木はそれほど多くなく、国の天然記念物としては、この観戦寺の高山木の他に、木工寺の高山木が指定されているのみである。この木が生育する観戦寺は、作手高原の中央部、海抜約600メートルのところに位置する。正式名称は、 小達山観戦寺といい、臨在州英元寺派に属する寺院である。本尊は、釈迦如来で、南下ら四国場八83番の札所である。境内には1575年の長篠の戦いで、単身で武田軍の包囲を突破して、援軍を求め、織田、徳川の連合軍に正気をもたらしたものの、岐路に捕らえられて、死を遂げた、鳥居すね門の墓所がある。 自伝によれば、寺の歴史は1370年に始まるといい、大御国の永元寺からこの地に来た、渡る天英尺という僧侶が解散である。渡る天英尺は死亡を検証悟る神前寺といい、大御国に永安寺、三河国に関戦寺と天恩寺を開いた人物であった。渡る天英尺はこの地に到着した時、手にしていた杖を地面に突き立てて、大樹となれ。かつ、 半夜腹三日と一括した。杖は地面に根付いて芽吹き、やがて大樹に育っていった。杖が返事た木が、この関戦寺の高野巻で、その枝が下向きに伸びているのは、渡る天栄尺が杖を逆さまに突き立てたためと伝わっている。関戦寺の高野巻は、解散堂前に生育している。文化財オンラインによれば、地上1.5メートルの幹の周囲は6.25メートル。 地際の根回りは7.50メートル、樹高27.80メートル、地上約7メートルで、幹が2つに分かれ、さらに3分幹して、計4、幹となって直立している。日本の天然記念物5植物、3では、樹高約20メートル、強行間位は6.3メートル、根回り6.8メートル、樹高約20メートル、枝張りは30メートルと記述し、 樹齢を400年以上と推定していた。樹齢については600年以上という説もある。幹には、苔忍ぶ内和苔の岸信などのシダルイや石穀、山ハゼなどが着生している。この木は、高山木の代表的大木として、1972年5月26日に国の天然記念物に指定された。1977年に、作手村の木となり、 1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名木百選で愛知県から同じく新城市の笠杉と共に選定された。なお、感染時の高山木は2009年10月8日の台風で被害を受け木の上部を大きく欠損した。新日本名木百選108ページと居住。 巨木日本全国674本255ページでは、感染時解散の年を1368年と記述している。強行直径、または強行周、強行ともいい、立ち木と人が並んで立った時、人の胸の高さに当たる部分の直径を指す。日本の場合は、強行範囲は1.2メートルの部分で測定する。当時、感染時は旧作手村にあった。 作手村は南下良郡に属していた自治体で2005年10月1日に新城市南下良郡蓬来町と合併し新城市の一部となった感染時の高野巻新城市役所ウェブサイト2014年10月13日閲覧 ABCDEFG 感染時の高野巻文化遺産オンライン2014年10月13日閲覧 ABCD 日本の天然記念物語植物3三百九十七から三百九十九ページ ABCD 渡辺二百五十五ページ ABCD EFGHIJ 新日本名簿百選百八から百九ページ AB 感染時の高山木。新城市役所ウェブサイト2014年10月13日閲覧 ABC 足田 92から93ページ。知事交換の高野巻。宮城県公式ウェブサイト。2014年10月13日閲覧。指定文化財天然記念物議工事の荒野巻。宮城県公式ウェブサイト。2014年10月11日閲覧。ABC、感染時の荒野巻。キラット、奥三河観光ナビ。2014年10月13日閲覧。 AB 渡る天狗尺とは、コトバンク。2014年10月13日閲覧。新日本名簿百選、7ページ。新日本名簿百選、108から111ページ。観光情報詳細、観戦時。愛知県観光協会。2014年10月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年10月13日閲覧。 ありがとうございます。